今回は焼肉屋さんの経営について原田さんに語っていただきましたビジネスは徹底的にニッチ特定マーケットに絞るか徹底的に数を打ちにくか両方じゃないと儲からないですよ中途半端は儲からないですよということはね渋谷の選択があれ高級なの違うなめっちゃ大衆に行くの ちょっと値段高いな。中途半端なんですよ。あれは危険だね。うん、うん。だから私が知ってる焼肉キングなんて素晴らしいですよ。あの商品はめっちゃ美味しいですよ。だけどお店見てください。家賃の安い駒沢公園とか、ああいうとこ。うん。もう安くてお得感。食べ放題ですから。だからね、やっぱり家族で行っておいしいものを腹いっぱいっていうのが、私が焼肉キングの戦略だと思います。はい。 だけど、実際に食べたらめっちゃ美味しいです。経営者とお会いしたこともあります。私のセミナーにもその方来られました。やっぱり素晴らしい。うん、そういえば、原さん、うん、焼肉屋を経営しようと思ったことがあるって。あるある。<laughs> もう、例えば、日本料理、中華、フレンチ、イタリーというと。もう、世界で最高級のお店は東京なんかにあるんですよ。もう、本当に接待。 エグゼクティブの船体にも使えるような場所ねところがもちろん銀座でもね素晴らしい焼肉屋さんありますよだけど、ね、料亭とかそういうところに比べたら全然違うじゃないですかもう料亭と型並べるぐらいの焼肉屋を作ろうかってんでちょっといろいろ勉強したそしたらやっぱり安定した良質の牛を を仕入れるそのルート、これを確保する、これは結構難しい。で、それを勉強してあるルートも発見しました。で、それを一等買いしてちゃんと砂漠っていう技術もそこを教えてくれる。その人を育てるそういうルートも探しました。で、シェフってのはあれ一流シェフじゃなくてもいいんですよ、フレンチみたいなね、焼肉っていうのは結構料理簡単なの。で、私はね、うちの弟がフレンチのシェフなんです。弟が。 で弟に喋ったんですよその話そうしたらもう弟は私の言うことは何でも「はいはいはい」って聞くぐらいの人間関係で来たんですよパワーバランスはこっちだったところがその話したら <laughs> 向こうが主導権持って兄貴で焼肉屋とか料理とか経験してないやつに「何で分かる?」と「そんな計画甘いよと」と「こういう時はこうやるんだこういう時はこうやるんだ」っていろいろ主張してきたんですよ。 もうパワーバランスは全部長男の私だったのが <laughs> 弟がめっちゃ私の焼き肉や計画について物申すわけですよ。で人から聞いてたんですけどやっぱりシェフを扱うっていうのはシェフ出身じゃないとなかなか難しいっていの聞いてたで弟にいろいろ説得したんだけど絶対聞かないんですよ「甘い甘い」。それで弟にこう言ったシェフを使うっていうのは難しいって聞いてたけど。 お前の話を今日聞いたら、もう焼肉屋はやめた。<laughs> 難しい。これは大変だってわかったね。シェフのコントロール。あ<の> <laughs> だけど。宮迫さんが。全部経営まで。口出して、自分の責任でやるという。とこ見ると。ちょっと可哀想だね。うん、まあ、実際にはそうでもなさ、ないみたいなんですけど、<laughs> 結局見え方がね、うん、宮迫さんが全部やってるっていう。まあ、あの。 しょうがない、ね、そういう、ね、ちゃんといい経営者はやっぱりつけないと、うん、でその経営者は実はついてるんですよ、うん、でその経営者が今非難されてるって感じですよねもうそこまで見えちゃってるから先ほど言ったこの事業計画の中でね場所は一回決めたら簡単に変えられません値段は変えられるメニューも変えられる人も変えられる広告戦でも変えられるんです場所だけは変えられないんですよだから私は まず場所の税引論をしっかりと固めないとあのまま行ってメニューをどうしよう価格をどうしようというところにも無理があると思います。私だったらセンター街ではスタートしないですね。<後>だってゴンチャだと儲かってないですもんセンター街。センター街ゴンチャありますか？ちょ渋谷に何軒もあったもう儲かってるところないですよ。家賃高くて家賃十パ八パ十二パとんでもない二十数パーセントですよ渋谷は。 そんなになっちゃう,そうですまは,はもう絶対くくいくとだからあれは一つの戦略として成り立ってると思います、うん、だけどまあ細かく知りませんけど私一回お招きいただいて行ってるんですよでも美おいしいサンドイッチもおいしい値段がめちゃ高い客層は明らかに富裕層ですで聞いた話ですけど海外からのアウトバンドこの富裕層がたくさん来られると。 多大な広告宣伝費使ってないんですよあれやっぱり SNS、インスタあたりで海外売で全部伝えてるんですよで内装その他に無駄なコストをかけてない徹底的にいいものですよねそれは戦略的に一つのバランスを取れた企画ですよただアウトバンでコロナでねここまでアウトバンが冷え込んそれは今はきついでしょうね あのだから、まあ、仕入れ、うん、その肉の仕入れ方って難しいとおっしゃってましたけど、うん、その仕入れのルートもちゃんと押さえてあるっていう押さえてるんですよ押さえてますよその牧場の人もお会いしたしその人の情熱もめちゃ感じましたよやっぱ神戸牛素晴らしいものを守るっていうね日本のブランドを背負って立つみたいなねそんな感じを受けましたよその牧場のオーナーからねあれはあのそこで初めて聞いたんだけど 毎日2回ぐらいシャンプーするんであれ資生堂の椿でシャンプーしてるんですよそ,そこの話なんだそう、うん、それを聞いてその前資生堂の大谷さん社長に電話して資生堂の社長そう前から知り合いだから、うん、コカ・コーラの社長時代から知り合いでね「うん、大谷さん小籠牛って資生堂の椿でシャンプーしてるって知ってる?」知らない、うん、すぐ候補派遣した方がいいよ」ってっら派遣行きましたけどね 2万6千円のサンドイッチも食べましたよ。めっちゃ美味しい。いいな。<laughs> 本当美味しかったですか？本当美味しい。マジ。食ってもまずは素材で決まるじゃないですか。次回は延期になってしまいましたが、いい店長悪い店長をお届けします。